どうも、知多半島の人でございます。今回は、はい、こちら名鉄刈谷駅のご本尊となります。はい、ご本尊ですね。長い間撮っておりませんでした。大変申し訳ございませんでした。ではプレステージの方へ追加していただきたいと思います。はい、刈谷フリーワイファイですね。はい、この辺りもあれですね、本当に元気ですね。で、では周辺施設に行ってまいりましょうか。今日はイベントが多いですね。周辺施設は、はい、バローさんがあったり、あっちにはヤハピタさんがあります。で公共施設で連絡バスもございます。のバス停もございます。この辺りはすごいですね。でも肝心の刈谷駅は小さいんですよね。これだけの人が働いていますよ。本当素晴らしいですね。まあ刈谷駅はあっちが地理駅でこっちが碧南駅なんですね。まあ塗り慣れてないと間違えちゃいますからね。ちなみにあちら側が刈谷市駅です。刈谷駅が2つありますね。まあちょっと分かりにくいんですけども、周辺施設はこんなにもあるんですよ。以前は全然景色を撮ってなかったものですから、はい、不徳の痛くそくとところでございます。大変申し訳ございませんでした。たくさんバスが来てますね。まあともかくこんな感じですなんですよ、刈谷駅の周辺は。はい、以上です。今回はこんな感じでしょうかねと思ったら、米田コーヒー店もありました。あ、ラーメン屋さんもありましたね。まあ、とまあこんな感じで盛りだくさんでございます。はい、以上です。ファミマさんを見ながらご視聴ありがとうございました。